はい、松江錦鯉センターさんの紅白サイズ35センチです。お願いします。はい、すごい強烈な紅ですね。しっかり真っ赤に色も上がり、厚みのある紅質です。何度も油絵の具を塗り重ねたような厚みのある紅質です。頭のまん丸の丸点も非常にいいんじゃないでしょうか。この鯉はですね、今のサイズより大きくなった時にですね、さらに目立ってくると思います。頭の幅も、頭も大きくなることによってこの丸点がよく目立ってきます。これぐらい大きい方がですね、丸点が頭が大きくなった時に小さくならないのでいいと思います。逆にタンが丸がですね、小さいと大きく顔が大きくなるにつれてタンが小さくなってきますが、これは顔が大きくなるにつれてでもこのまん丸、目と目の間にきっちり埋まってますので大きい丸が実現できると思います。将来的にはこの幅もですね、伸びることによって白地が増えてきて良くなってくると思いますし、後半のこの段模様のところも伸びてくるといいと思います。そしてこの横の見せている白地の部分もですね、大きくなるにつれて白が浮き上がってきますので、ここも見るポイントになってくるんじゃないでしょうか。はい、横ですね、すごい紅の厚みです。お腹です。はい、今回は眼力コンテストということで、しっかり動画と写真をですね、見ていただいてご検討いただきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。